皆さんこんにちは、プラマイドル高坂きのです。今日も始まりますモケチュー TV。 今日はですね、ユニバーサル模型さん京都の模型店巡りの最後の方に登場した、老舗80年経営されている模型店さんに行った時に買い物をしたんですよ。で、買い物したものがあまりになんかちょっとノリでめっちゃいいものを買ってしまったので、皆さんにこれを紹介するという動画を撮りたくって始めました。何を買ってきたかというと、まずね、びっくりするのはね、この感じ、袋、こんな感じでね包んでもらったんですけど、あのユニバーサルモチエさんすごい優しくって、こうね、お菓子を詰めてくれるの。はい、すごいあったかくない？女性の方が店長さんをされてるんですけど、すごい優しい方で、こうやってなんかね、おやつをつけてくれたのよ。こういうの食べてねって言って渡してくれて、めっちゃ嬉しい、あったかいなと思って、なんかこれよこれよっていう気持ちになったポイントだったので、これね、大事に大事にこの動画を撮るまでの間は残しておきました。まあお菓子だしね。すごいあったかいって思いながら、もうね、本当に大事に持って帰ってきた。本当にありがとうございます。お母さん優しすぎて、これあのいつもより多いんじゃないかと思うぐらいめっちゃ詰め込んでくれたんやけど、いや多分通常であのお母さんなら優しいから、こんだけね、もうこの袋パンパンにお菓子を詰め込んでくれて、もう本当にありがとうございます。ちなみにおにぎりせんべい私めっちゃ大好きです、ありがとうございます。っていうのもそうだし、でもう一個ね、これを見てほしい。あのユニバーサル模型さんはね、ポイントカードがあるんですよ。こんな感じで、はい、溜まっております。それも1枚と半分、めっちゃ溜まってるじゃない。で、これがスタンプが満点になったら700円ってことは、これ1枚700円分あるんですよ。だからまた今度京都行ったら絶対に買い物行こうかなと思って、こうやって馴染みになっていくのね、きっとね。本当にお母さんありがとうございます。1枠500円ですって書いてあるから、500円ごとにこれ押してもらったのかな。30マス埋まってるの。1万5000円分のお買い物しました。てててて、はい。で、何を買ったかっていうと、もうねサイズ感で伝わってるかもしれないんですけど、こちら、え、なんかすごいちっちゃいものを買ってるんですけど、思いがあります。これ何を買ったかというと、これもね、大事にね、丁寧にこんな包んでくださったので、なんかと思って、あの今日ここのこのタイミングまで開けずに残しておきました。もう包み紙戻せないと思って、ハンドピースです。衝動買いしました。なんかお店を応援したいっていう気持ちもあったし、これ多分すごい古いものが置いてあったので、なんかその置いてある姿が愛しくなって、あ、買ってあげようっていう気持ちになって買ってきました。だからケースとかもちょっとね黄ばんでて、それがいいそれがいいなんかですと思って買ったものがこちらですね。じゃん、オリンパスのですね、ハンドピースを買いました。ハンドピースいつぶりに買ったかな。買ってみたい気持ちになってハンドピースを買いました。ちなみに私が持ってるハンドピースはね、よいしょ、4つ、今私はですねハンドピース4つ使ってるんですけど、あの常に使っているカラーとか、まあ、一般的な色を塗るときはこのクレオスの PS274 というものを使ってて、でアクリル系の塗料を使うときはこれ、シングルアクションなんですけど、シングルアクションの PS268 というのを使ってます。これ本当にボタン押すだけでシングルなので、このねニードルの位置でここからどんだけこう塗料を出すかっていうのが決まるタイプのものですね。で、あとはダブルアクションで、こっちトリガーが2本ですね。ウェーブさんのトリガーとエアテックさんのトリガーで、エアテックスさんのはですね、横にこうやってカップがついてるので、こうセンターが見やすかったりするんですけど、今はこの子はサフ用になっていて、でこっちは、クリア用にしてるので、この子はね最初からずっとクリアしか使ってないですね。この4本使ってます。で、ここにですね新たにこの子が加わるっていうんですけど、で、この子はね、よいしょ、バン、どういうのかなっていうのも、あの実はノリで買ったのでちゃんと実は見てないっていうね。うわー、テープがいい感じにくっついてますね、これね、うんガリガリになってるいい、もうね時間が経ってこうガリガリになってるんですけど、まあこの辺は綺麗にね持ってあげればいいんですけど、わ、こんなにテープってパリパリになんねやなこれカップが結構大きいですね。うん、これサイドカップなので、この子に近いかな、のトリガーに近いかなと思います。オリンポスさんのですね、あの
こうエアブラシを買うのは実は初めてなんですけど、なんか応援したい気持ちになって買いました。これはやっぱね、老舗でなんかグンゼとかなんかすごいまだ残ってるんだっていうようなハンドピースが結構あって、もう一個ねオリンポスも残ってたんだよね。それが気になって、そうなんかせっかくだしと思って買ってきました。あ、結構でかいね、カップでかいわ。 15cc とかあるんじゃない。あ、 15cc だね、でかいね。うん、でこれはトリガーなんですけど、 PC の 102C っていうのを買いました。そう、持った感じがごつくないっていうのに私はびっくりしたんだ。なんかほら似たような形なんですけど、なんかねごつくなくて、しかもこれ 0.4 だったんですよ。なんでメタリックとかを塗るときに使う子にしようかな。で結構メタリックって中に残るから、このサイドカップだったらで中抜いてもゴソゴソゴソ洗えるのかなと思ってっていうのもあって買いました。でワイポスさんはですね、ここの径がねちょっとねでかいんですよ。そこに差し込むためのこうネジが別でついていて、でこれをねこう差し込んで止めたら一般的なここね細さになるので、8分の1に合わせた後にここに使えばこうねエアブラシとして普通に使えていくという感じでございます。いや、なんかこのロゴの古い感じとかがたまらんよね。ちょ、レトロで メーカーを買ってきたって言われて、うん、まあ今もね通販とかネットで調べると出てくるのかなと思うんですけど、これ多分ねだいぶ前からいる子だからこそのなんかこの文字とか多分今リニューアルしてんじゃないかと思うんだけど、その感じこれはね、もうちょっと磨いたりとか綺麗にしながら、でもこのねトリガーを引いた感じとか結構いいのよね。いい感じなのよね。もう 0.4 ってのもまたよくって、私の持ってるトリガーさんは 0.35 なので気持ちまたね太くなった感じ。かわいい。この先も薄いんだね。はぁ、え、面白い。ほらオリンポスが上っ側なんですけど、これめっちゃここのね先細いというか薄くないですか。へえ、なんかいろんな形状が違うんだな。あ、でもやっぱ中はね、中綺麗ですね。やっぱね、使ってない感あるんで。なあ、ちょっと、出荷しやすいんだったらメーカーというか。え、なんかこう、かわいいんですよね。持ち手がないっていう、すっきりしたトリガーなんだ。なんかトリガー結構こういうごつめなのがやっぱ多かったんで。かわいい。こうやって、トリガーにどんどんハマっていく。トリガーってやっぱなんだかんだ楽だから行き着くんだよね。うん。ダブルアクションのいいところはさ、こう細く拭いたりとか太く拭いたりとかっていうニュアンスがつけやすいってことだと思うんですけど、あんまメタリックとかさ、サフとかクリアってそういうことしないじゃない。だったら楽な方がいいし、で粒子が大きいものを飛ばせる方がいいしと思った時にトリガーを選びがちなんだこのなんかトリガー三重心みたいな感じ。楽だなと思って増やしてしまうあれでございます。あ、でもね、ノリで買うにはね、なかなかな値段だったんですけど、いや、すごい嬉しいですね。だって一緒に入ってるこの紙のさ、なんか雰囲気の時代を感じません？時代を。定価自体は、これね、17,800円。いやー、すごいなー。もう歴史を感じるね、こういうとこにね。もうなんかこのパッケージカラーをちょっとテンション上がる。コンプレッサーの色とかがもはや青色で可愛いよ、これ。ね。いろんな方があるんですね。懐かしい感じだな。なかなかねこういうの見れないんでっていうものを買っていきました。そのちょっとなんだろう、レトロハンドピース、なんかもうこういう方に走り始めちゃうんだよね、やっぱね。コレクションじゃないけど、まあでもハンドピースはいくつあっても本当にやっぱ自分の使い心地とかで、あ、これ用にしよう、あれ用にしようっていうのが変わってくるのも、いや、これトリガーが軽いね。いや、すげえ軽いっすわね、今の音。あ、結構これニュアンス伝わるやん。そう、ちょっとちょっと、わっ、目、今ノリでね入れてみたけど、思った以上にちょっとやばい、いい感じ。このさ、ニュアンスがすごい、え、すごい、結構、え、マジでいい。え、そんなに効く？こんなにトリガーで細かいニュアンスいくの？ちょ、え、もうちょっとなんかあれは、え、すげえわ、これで細ぶきとかできるじゃんよね。ちょっと今、待って、思った以上にニュアンスの伝わり方がちょっとテンション上がってて、
今までこのクリアとかに使ってた子たちはなんでクリア用にしてたかっていうと、あのトリガーゆえに楽なんだけどさ、ニュアンスが伝わりにくいんだよね。すごい細かい細ぶりとかしたりとか大きくしたりとかみたいなのがすごいしにくいのっていうのを思ってたんですけど、あ、なんか、あ、他の子もねそれなりに強弱つけれたりとかするんだけど、いや、オリンパスさんすごいいい感じ、新しいからかな、なのかな、すっごいニュアンス伝わるわ、伝わるからこうね、え、これ全然細く吹けるやんみたいな、これで迷彩いけるやんみたいな感じがする。それも軽い、軽いわ、うわ、すごいニュアンスの伝わり方、うわうわ、オリンパスさんすごい、え、オリンパスさんすっごいね、うわ、その細かいところからのニュアンスがね、あの本当にすぐ効いてくるから、え、めっちゃいいじゃん。はい、ということで今回はこのユニバーサル模型さんで買ってきたものが何だったのかということで、オリンポスの昔懐かしい、ずっときっと店頭でね、あのお店を見守り続けてきたであろうディアブルさんをゲットしました。まあなんかオリンポスさんがっていうよりは1回使ってみたかったっていう気持ちもあるんですけど、こう町の負け店を頑張れっていう気持ちもすごいあったので、このコロナのね中でいろんな影響とかがあって大変なんだろうなとかって、まあ想像上なんですけどね、なのでなんかこう応援したい気持ちも込めて買ってきた、そんな一品でございました。にしてもなんか想像以上にニュアンスが伝わるこのダブルアクションに今感動していたので、ちょっとまたね塗り動画を別でね、あの公開していこうかなと思っております。あとね、オリンポスさんも増えたこの5本めっちゃあるやんって思うと思うんですけど、塗っていこうかなと思うので見守っていただきたいと思います。ちょっとねこのねレトロな綺麗にしてあげたいと、めっちゃいいのかな、別に使えてるしな綺麗に、もうテープの後は思い出の後だわまあそれは綺麗になってくるんじゃない、これね、やってますね。じゃあ皆さんはどんなハンドピースを使っているんでしょうか。多分ね本当はいろんなメーカーさん、まあいろんなねメーカーさんあるし、でここに今タミヤさんとかもないしね、あれなんですけど、はい、おすすめのハンドピースとか、あの愛用していてやっぱね手に馴染むものとかいろいろあると思うので、よかったら何本持ってるよとか、僕はこれを楽しく使ってますとかっていうコメントをお待ちしております。すごい型番で溢れたコメントが見てみたい型番だらけみたいな、うん、それを調べるの楽しそう。ただあのリンクとか貼るとあの非表示になってしまうので、本当に型番だけで書いてもらえるといいかなと思います。なんかいいお買い物、いい応援してきたなと思ってくださった方はよかったらグッドボタンお願いします。これを塗る動画はね別で上げていくのでチャンネル登録してみてもらえたらと思います。なります。ということで以上、よいしょ、講師のモテチュー TV でした。ゆるい動画だけでね、うん、いい買い物しました。バイバーイ。